かった。目が覚めたみたいですね。大した怪我もなさそうですし。まあなんとか間に合ってよかったぜ。あんたら、なあ、もう何が何だか後でちゃんと説明しろよな。ほら姉さん、いつまでもぼーっとしてないで。あ、姉さん。おい、なんとか言えっての。一体どうしたってのさ。なんで、返事くらいしろよ姉さん。おい、どうなってんだ。やはりそうなのね。まだ終わっていない。元凶は別にいるわ。え、どういうことだ。おそらくさっきの異界化は副次的に発生したものなんでしょう。あのグリードを倒した直後、一瞬だけ現れた別の異界、あの奥に住まう何かが葵さんの精神だけを奪っていってしまった。それこそが今回の異変の元凶となったエルダーグリードなんだと思う。そんな。今の彼女は抜け殻同然よ。そして精神とはあまりにも脆いもの。このまま失われることになったら、おそらく二度と元通りには。さすがに頭が追いつかないって。それが、そんなことが神様アプリのせいだって。僕が作ったアプリが姉さんをこんなことにしたって。そんなこと本気で言ってんのかよ。アプリのせいじゃないわ。あくまで元凶は異界の化け物。そのきっかけになったのは残念ながら確かみたいだけど。そうと決まりゃやることは一つだろう。一刻も早く元凶ってのを突き止めてぶっ飛ばすしかねえ。ええ、だけどエルダーグリードの行方は完全に途絶えてしまったわ。姿が確認できていれば追う方法もあったのだけど。それじゃあどうすれば。僕だ、なんとかする。お前、なんとかってどうするの。真偽はともかく、よくわからない異次元の化け物ってのが神様アプリに絡んで悪さをしたんだろう。だったらアプリの本体を調べれば、行き先だろうが何だろうがわかるはずさ。あんたら凡人には任せておけない。姉さんは僕の手で助け出してみせる。
M型だからでしょうか。意外と人が少ない感じですね。ちょうど入れ替わりの時間かしら。けど好都合だわ。これが全部サーバー端末か。このどれかに神様アプリが入ってんだな。ええ、ここまで来れば。見つけたわ。このゲートの向こうに元凶が待っているはず。葵さんの精神もそこに囚われてるんですね。よし、早速。だったら僕はここまでだな。ゆうきくん、さっきから妙に静かだったが、いいのか。まあ、引きこもりの不登校児なんてさすがに足手まといだろうしね。そんな真似をするほど僕は無鉄砲でも無謀でもない。身の程をわきまえるのも能力のうちってね。だそうよ。そこでなんで俺を見んだよ。あ、ちょっと耳が痛いですけど。僕は自分一人だけで生きていけるとずっと思ってた。小さい頃から天才なんてもてはやされて、自分以外の人間はみんな見下して、それこそ自分のことを神様だと本気で思ってたくらいの痛いやつさ。ゆうきくん、でも結局今回僕は何もすることができなかった。僕のせいで姉さんが危険な目に遭って、それを見ていることしかできなくて、ハプニングにみっともなくうろたえて、ずっとあんたたちに頼りきりでバカにしてサボってた学園にはあんなすごい本物の天才がいて、正直自分の未熟さを徹底的に思い知らされたよ。そう。いきなり首相になりやがって。ついていけないのははっきり言って悔しいけど、どうか姉さんのことをよろしく頼む。この光はブート・カルバリー・メイス。これはソウルデバイスか。じゃあユウキ君も的確さ。土、そして意志のもとに自在に操れる霊視覚ね。ソウルデバイス、的確者だって。ありえなさすぎる。なんで扱い方までわかるんだってのは。いつの間にかゲートってのも見えてるし。で、
どうする？お前がその気なら全力でフォローしてやるぜ。あ、うん、私も力を貸すよ。一緒にお姉さんを助けよう。よろしく頼む。勝手に決めて。まあいいでしょう。今さら二人も三人も変わらないわ。行くわよ。準備はいいわね、あなたたち。